出た、うん、今日も練習頑張ってるのだ、よほど野球が好きなのだな。そういえば野田野田超の来た、うん、喋り方いつもと違うルートをランニングしてたら見つけた神社ちょうどいい、明日の試合の必勝祈願でもしていこう。あ、いらっしゃいませなのだ。今女の子の声がしたような、気のせいなの、うん、気のせいだよな、さっさとお参りして帰ろう。明日の試合絶対に勝ってますように。今そこでなんか光ったような。試合どうしても勝ちたいのか。え、はい、もちろん。っていうか誰、目は開けるなのだ。俺はやっぱり聞こえているのか、信じられないのだ。タマ、我はこの神社の神様だぞ。神様、本当に。じゃあ俺の願いを叶えてください。よしよし。では目をつむったままその場で3回回ってコンというのだ。え、なんでそんなこと、言うことを聞かないのなら、聞かないのならお願いは聞いてやらないのだ。わかりました。1回2回3回コン。いい回りっぷりだったぞ。では目を開いてみようなのだ。あ、はい。あ、あなたが神様。青のだ、お稲荷様もなのだ。え、てかさっきと顔違くね。うん、いや同じか。神様なんているわけないのだ。思った通り面白いやつなのだ。俺って純粋だな。お前にはタマモの声が聞こえるようだからちょっとからかってみたのだ。あのタマモさん、喋るんだったら声が聞こえるのは当たり前だと思うんですけど。そうだな、変なこと言ってしまったのだ。そんなことよりさっき言ってたのは何の試合だ。タマモに教えるのだ。はあ、はあ、初めてタマモの声を聞ける人間が現れたのだ。正体がバレないようにしないとなのだ。うむ、あの時清水と出会えたから毎日パワフル高校で楽しく過ごしているのだ。最初は神様もいい顔をしなかったけど今は何も言わなくなったのだ。まあ神様はタマモのことが大好きだからな。タマモだって神様を。ラスト3球しまっていくぞ。タマモが今好きなのは清水なのだ。もっともっと仲良くなりたいがどうしたらいいのかわからないのだ。だからさ、もうちょっと積極的に行きなよ。ん、待ってるだけじゃダメだって。自分から行かないと振り向いてくれないよ。部活中の女子生徒、ありがとう。私頑張ってアピールしてみるね。なるほどなのだ。なるほどなのだ。タマモも自分からアピールすればいいのだ。よし、みんなお疲れ。少し休憩にしよう。あ、タマモちゃん、みんなにお茶を。タマモは清水と二人で遊びたいのだ。部活中にいきなり何。今な時は誘ってくれていいのだぞ。タマモはいつだって待ってるのだ。攻めてくんなこいつ。この表情、いつものタマモちゃんにはない真剣さを感じる。二人だけはちょっといいようにしてみるか。なら俺もちゃんと答えなきゃ。いいよ、今度遊びに行こう。本当か、嬉しいのだ。コンコンコン、つい鳴き声じゃない、口癖が出てしまったのだ。いつも思うけど変わった口癖だよね。その帽子も変わってるけど本物のキツメの耳みたいだ。タマモの術が下手だから。なんでもないのだ。俺より連絡先を交換するのだ。先輩もう休憩終わっちゃいますよ。来た、連絡先ゲットした。ピッピピッピ、こいつもスマホ持ってるんですかね。楽しみなのだ。絶対化け猫っていうか、なんか化け狐か、なんかあれだよね、うん、変装してるんだろうけど。話の展開的に神社の近くなの。そうだな、とても近いのだ。着いたら3回回ってコンするのだぞ。2人のお約束なのだ。またいい年して恥ずかしいんだけど。よっしゃ、こいつを仕留めよう今回、うん、デートするか。コン、出た。今日も二人きりでお出かけできて嬉しいのだ。嬉しいのだ。タモちゃん積極的だな。俺たちもうラブラブってこと。商店街をうろついてみようかなって。ターモちゃんが気に入ったものがあればプレゼントするよ。本当か、嬉しいのだ。商店街、この耳ってあれなんかな、怪しまれないの。中がキラキラしてるのだ。もう普通の耳じゃないじゃん、アクセサリー屋さんだね。わあ綺麗。む、マイハニー、君にとっても似合ってるよ。ありがとうダーリン、これ本当にキラキラね。なるほど、キラキラしたものを預ける、授けるのが人間の愛のちぎりなのだな。
ターモちゃん、あのカップルがどうかしたの？いや、タマモにもここで何か授けてくれないか。授けてくれないか。もちろん。じゃあどれがいいかな。しょうがねえな。指輪、タヌキの尻尾のイヤリング。どうなんだろう。食品サンプルのネックレス。真ん中が無断層かな。まあ上でもいいけど、タヌキの尻尾のイヤリング。タヌキとキツネってどうなのこれ。ああちょ、タヌキの尻尾渡してみる。これタヌキの尻尾のイヤリングなんてどうかな。ターモちゃんに似合うと思うよ。お、かわいいのだ。なかなかの。ちゃんとリングの部分がキラキラしてるのだ。後半の、え、ちゃんと。これをつけたら耳とお尻で尻尾が3本になってしまうのだ。ちょっと変ではないか。いいじゃん、キュービーみたいに。ナルトのキュービーみたいでいいじゃん。あ、尻尾は隠してるんだったのだ。言われてみればそうなのだ。じゃあ早速つけてみるのだ。おい、バレてるぞお前も。もう正体言っていいよ。清水からキラキラしたもの、キラキラしたものもらったのだ。タマも愛されてるのだ。ありがとうございました。商店街のくじ引きです。抽選券をお持ちのお客様はぜひ引いて帰っていってください。そういえば今のお店で1枚もらったな。頼んだぞターモちゃん。さあどうなる。7等だね、ラッキーセブン。あらだ残念。商品はこのワゴンの中から1つ選んでね。どれでもいいよ。あ、ターモちゃん、これってなんだ。キツネ耳月帽子だって。ターモちゃんとお揃いだね。そうだな、タマモの耳とそっくりなのだ。俺がつけるのか、もしかして。同じ商品かな。比べてみようよ。ん、どうした。ほら、いきなり触っちゃダメだぞ。何、デリカシーに欠けるのだ。じゃあ、あれなんかな、耳敏感なんですかね、感じちゃうんかね、これ。ごめん、なんか生々しい感触だったな。タマモが彼女になった。エルフみたいに、なんかあれなんかな、感じるんかな。久々のデートしてきた、女の子と遊ぼうと。タマモちゃん、よし、遊びに行かない。さて今日はどうしようかの。カフェでのんびり。野球観戦とかまだ行ってないし、カフェで行くか。二人きりの時間を過ごすのだ。俺はコーヒーにしようかな。タマモはホットミルクにするのだ。ミルク好きなの。いいよ。メニューに書いてあるのはほとんど飲めないのだ。アレルギーでもあるのか。俺はキツネがな、なんかジュース飲んでたりしてたらやばいもんな。温かいものを飲んだら眠くなっちゃったのかな。いつ間にか寝ちゃってたのだ。キツネってミルク飲むの、今の寝言だったの。うわー、なんだか俺も眠くなってきちゃった。少しだけ一緒に昼寝をした。今楽しかったよ。ありがとう、タマモちゃん。家に帰るの少し遅くなっちゃうな。近道を通って帰ろう。バックログで理由がわかる。あ、ほんとだ。ご丁寧に、犬科である狐には、そして猫科の動物にも絶対にお茶やコーヒーを飲ましてはいけない。カフェイン中毒を起こして死んでしまう場合がある。ご丁寧に。ちょっと待って、なんか迷っちゃったんだけど、ここどこだっけ？何こいつ？はてなはてなはてな。お主、取り憑かれておるぞ。占い師さんか？こんな暗いところで。謎の占い師。強い気じゃ。お主から、わらわが出会ったことのない強い気を感じる。どういうことですか？お主から、もののけの気を感じるのじゃ。獣？人ではない何かがお主のそばをうろついておる。心当たりがあるじゃろ。犬、猫、蛇、獣の木じゃ。だが、神々しくもある。狐やもしれん。ないですよ、そんなの。ん？狐か。本当か、嬉しいのだ。コンコン。コン。でも、これをつけたら耳とお尻で尻尾が3本になってしまうのだ。ちょっと変ではないか。同じ商品かな、比べてみようよ。ちょっと気づき始めたが、主人公が。ほら、いきなり触っちゃダメだぞ。デリカ
じゃあ胸とかは触っていいんですかね。多分尻尾とかそういうのは触っちゃダメってことは、うん、お尻とか。あ、まさかだ。さてとデートしていくか。たまもちゃんとデートしていきます。そろそろちょっと正体がバレるんじゃないか。これ楽しみなのだ。こないだ占い師さんが言ってたことやっぱり気になるな。どうしたのだ、体調でも悪いのか。いや、なんでもないよ。今日はどこに行こうか。そうか、まずはお昼にしたいのだ。母、お腹が空いたんだね。何が食べたい。お稲荷さん。クエンの狐って、稲荷、油揚げ、狐の好物。へえ、そうなんだ。確かあっちの定食屋さんがあったのだ。あっちに定食屋さんがあったんだ。行くのだ。コーン。コーン、狐の鳴き声。ダメだ。タンモちゃんが何を言ってもそれっぽく聞こえてきちゃうよ。狐が好きなだけなのかと思ってたけど、まさか本物の。でも。あんまり元気がなかったのだ。何かあったのか。それは。ほれほれ。悩みがあるならタマモに話すといいのだ。気が楽になるのだ。お前のことで悩んでるんだよ。実はこの前のデートの帰り、占い師さんに声をかけられてね。その人が言うには、俺はもののけに取り憑かれてるんだって。それそれ、ターモちゃんのそういうところまるっきり狐だろ。帽子の耳もやけに本物っぽいし。だからターモちゃんは本物の狐で、俺は化かされてるのかなって思っちゃって。はは、そんなわけないよね。ターモちゃん、この時が来てしまったのだ。え、残念なのだ。なぜ今日でお別れなのだ。もう二人で会うことはないのだ。どうしたんだタモちゃん一体。え、さよならなのだ。うそ、ちぎりってなんだよ。ちぎりを破ってごめんなのだ。さよならなのだ。あ、タモちゃん待って。いやだ、タモちゃんと俺はちぎりを交わす。なんだ約束。え、何、結婚とかそういうって、そういう感じの婚約みたいな。え、タモちゃん、ちょっとちぎりって何のこと。出てきてもう一回話そうよ。物のけの話が気に入らなかったなら謝るからさ。おい、ちょっと恒例の儀式やれよ。お前3回コンコン泣くやつ。ダメだ、今日は学校も練習も休みだから会おうってメール送ってみたけど反応はなし。こういうので毎回思うけどさ、学校のなんていうの、入学届とかどうやって出してんの、狐なのに。うん、メール送ってみたけど反応はなし。だからじっとしていられないよな。3回回ってやっても出てきてくれない。たまもちゃん、嘘。たまもちゃん、たまもちゃん。ああ、一日中いろんなところを探してみたけど、どこにもいない。翌日、たまもちゃん。え、あ、たまもちゃん、今度の休み。すぐ部活が始まるのだ。急ぐのだ。うん、なんだ、朝から二人の話をしようとすると避けられちゃう。俺たちこれで終わってしまうのか。嘘だろタマモちゃん。で、ちょっとタマモちゃんが心配だ。ちょ、もう一回デートするわ、タマモちゃんと。タマモちゃん話を聞いてくれるかな。なんなのだ。いや、また二人で会えないかなって。でもこれが最後なのだ。嘘、最後になんか、最後になんかさせねえぞ。1回、2回、3回、コン。あれ、タマモちゃん出てこない。清水。あ、タマ、いや、タマモちゃんの声じゃないぞ。誰だ、なんで俺の名前を知っている。タマモに関わることなら何でも知っておる。何でも、もしかしてお父さんですか。遠からず近からず、わしはこの八代に祀られし、稲荷大明神なり。大明神ってことは神様。さよう、そしてタマモはこの神社の狐ぞ。神の使い。つまりわしに使える身じゃ。やっぱり。清水よ、そうと知った上で、これ以上タマモと深く関わっていく覚悟はあるのか。もちろんです。俺はいずれタマモちゃんと。聞くが、人と人ではないものの恋が許されると思うか。そっか。狐と、つながる。で、覚悟を決めないといけないのか、俺は。そ、それは、生物は同じ種同士でのみ愛し合うことができる。それが自然の摂理よ。タマモの望みゆえ、人間界に馴染めるよう、いろいろと施してやったが、ちょっと自由にさせすぎてしまったかの。
なんかこういう漫画読んだことあるような気がするわ。タヌキバージョンで。もう少し早く手を打つべきじゃったな。待ってください。タマモちゃんをどうするつもりですか。どうするな。タマモじゃ、タマモではない。清水、お主のことじゃ。え？タマモのこと、何よりこの神のことを知ったお主を放っておくわけにはいかん。そう、それはあなたの方から喋ってきたんじゃないですか。なんだ、急に寒気が。人には見えぬ力でお主の首の首根っこを掴んでおる。苦しいじゃろ。嘘。首掴まれてんだけど、風に。さて、お主からタマモの記憶を消すとしよう。それとも命を奪うのが手っ取り早いかの。やれるもんならやってみろ。殺されたって俺のタマモちゃんへの思いは変わらないぞ。方法を言うではないか。では望み通り。やめるのだ。お、タマモちゃん、約束が違うのだ。神様、清水を傷つけたりしないって言ったのだ。タマモちゃん、お主のためなのじゃ。タマモ、こやつが存在する限り未練は断ち切れん。しばらくは苦しむじゃろうが、いずれ忘れる。忘れるわけないのだ。俺もだ。死んだって忘れるもんか。人とか狐とか関係ねえ。俺はタマモちゃんが好きなんだ。ずっとずっと一緒にいたいんだ。お前、ではどうすればタマモと成就できるのか考えよ。清水、俺がそっちの世界へ行く。え、タマモちゃんを人にしてくれ。どうしたらいいんだ。え、なにこれ。どうすればいいの。俺がそっちの世界へ行くって何。俺が狐になればいいってことこれ。うん。タモちゃんを人にしてくれ。俺にしてみるか。俺ちょっと狐になれんのかこれ。そっちの世界へ行けるのか。うん。野球できなくなるとかないよなこれ。これにしてみる。それなら、俺がそっちの世界に行く。おお、そなたは人でなくなってしまうが、それでも良いのか。構わないさ。動物だって、なんなら生き物じゃなくたっていい。ダメなのだ。そんなことしたら大好きな野球もできなくなっちゃうのだ。それでもいい。俺はタモちゃんのそばにいたいんだ。なるほどの。それがそなたの答えか。え、なんか光り始めたんだけど。ん？タモの体が光ってるのだ。え、あ、首の痛みがなくなった。どうじゃタモ、人になった気分は。え、あ、お、タモちゃん。大丈夫。なのだ。でもなんだかうまく立てないのだ。尻尾の感覚がないのだ。おお、徐々に慣れるであろう。でも耳ついてんだけど。これは人間になってんの。え、これは帽子なんですかね。てか、じゃあ本当にタモちゃんは人間に。でもこんなに簡単にできるなら、俺が苦しい思いすることなかったんじゃ。お主の覚悟を試したのじゃ。試すんじゃねえよお前。あの程度の試練で諦めるようならタマモを任せることなど到底できん。お主の思いが軽いものであれば、タマモが不幸になるのは目に見えておる。まったく。本気で怒ってるみたいだったのだ。人が悪いのだ。おほ、人ではないからの。そもそも、人を傷つける、ましてや殺めるなど、神のすることではなかろうて。タマモ、そして清水よ。長きにわたる縁を手放すのは、わしにとっても断腸の思い。二人ともその責任を背負って生きていくのじゃ。よいな。は、はい。仲良くするがよい。わしは二度とお前ら、お主らの前には現れん。さらばじゃ。言ってしまったのだ。最後、難しいことを言ってたけど、タマモちゃんと離れるのが嫌ってことだよね。神様、タマモのこと大好きだったからな。タマモもちょっとだけ寂しいのだ。きっとまた会えるよ。そんな気がする。そうだな。タマモちゃん。これからずっと一緒だね。人間にもなれたから。あ、どうしたのだ。でもちょっとあんまりちょっと激しいことができなくなっちまうな。キツネっていう名目があったからいろいろ触れたけどさ。うん、ターモちゃん住むところなくなったんじゃ。大変なのだ。どうやって格好入ってきたんだよこいつ。それにしても本当なのだ。どうしようなのだ。とりあえずうちに来る。そうなのだ。これからは大好きだぞ。どうせ？それはまだ早かろう。は？もう会えちゃった。神様がターモちゃんの住むところを用意してくれたのでした。なんだこいつ。ヒートアップついた、ヒートアップ。
ハマモちゃん、俺たちもこれで卒業か。この教室ともお別れなのだな。童貞卒業してもうここに毎朝来ることはないんだって思うとちょっと寂しいね。毎日とっても楽しかったぞ。お前のおかげで人の世界のことをたくさん勉強できたのだ。一緒の学校に通って卒業までできるなんて夢にも思わなかったぞ。神様のおかげだろ。たーたもちゃん、たーもちゃんが通っても問題ないよういろいろ施しちゃって言ってたよ。確かにそうなのだ。たまもが学校に通いたいって言った時もすぐオッケーしてくれたぞ。たもちゃんには本当に甘いんだな。あれ、そういえば人になっても狐耳のままだね。今更だけど、この耳と人間の耳で普通の人の2倍よく聞こえるのだ。絶対なんか引っかかるでしょこれ、身体検査とかでさ。あ、てか人間の耳じゃなかったんだこれ、ちゃんとあれなんだ、狐の耳なんだ。おーすごい。て嘘だろ、その顔でわかるよ。お前もなかなか成長したのだ。今の狐耳は偽物なのだ。あ、なんだこの帽子は。帽子についてたやつなんだ。前に商店街でもらったものなのだ。びっくりした、そりゃそうだよな。あ、あの時の懐かしいな。外したところ見てみたいな。恥ずかしいから嫌なのだ。まあ、大体想像つくが、お願い一回でいいからさ。真剣に言われてもダメなものはダメなのだ。俺たちの仲なのに。俺たちの仲、あれ、ああ、どうしたのだ、急に大きな声を出して俺ってまだタワモちゃんに好きって言ったことないじゃないか。今度は黙り込んで大丈夫か。言ってなかったっけ、あのさ、たまもちゃん、たまもちゃん、俺君に伝えなきゃいけないことがあって。なんだ、何でも言ってみろなのだ。俺たまもちゃんのことが大好きだ。ごめん、ずっと言ってなくてごめん。いくらなんでも遅すぎるよな。何を言ってるのだ、たまもたちはとっくに将来を誓い合った仲なのだ。まあ、神様にあれだよな、認めてもらったっていうか、もう宣言したようなもんだからな、一生付き合いますみたいな。商店街でお前が尻尾のイヤリングを授けてくれただろう。あれが愛のちぎりなのだ。なんかエロいんだけど、ちぎりとか、うん、あれは別にそんなんじゃ。っていうかまたちぎり、前にもそんなこと言ってたけど。キラキラしたものを授けるのが愛を誓い合うこと、愛のちぎりではないのか。こいつ勘違いしてますね。まあまあまあ、うん、あんまり聞いたことないかな。あれ、たまたまたまもちゃんが、たまもは勘違いしてたの。ちょっと商店街で見たカップルの行動を見て、そう、勘違いしただけだから。ということはお前とはまだ愛のある関係ではないのだ。早く思いを伝えてほしいのだ。いや、好きって言ったやん、うん、さっき俺言ったよね。そんなのじゃ全然足りないのだ。今までの分いっぱいいっぱい言ってほしいのだ。そんなの恥ずかしいよ。神様ならあの時もう現れないって言ってただろ。あら、試してみるのだ。神様。はっ、来るのかこれ。ま、待て、いっぱい言うから。なら、早くなのだ。ずるいぞ、お前からも言えよ。わあ、逃げるな、なのだ。逃げた。また今度で。待て、なのだ。好きって言うのだ。あ、まあ、もうちゃん。彼女やないですか。